私の今の仕事は、大学の教員と、そしてあの自分で起業して、起業研修とかを行っています。私の時は、サッカーを引退すると、サッカーコーチになる人がとても多かったんですね。私は少し違う世界に行きたいなと思って、スポーツマーケティングに携わりたい、あのスポーツを裏側から見て盛り上げる方になってみたいということで、マーケティングの世界を選びました。 まだまだ若いうちって、なかなか自分のことを好きになったり、自分を肯定したりするのって難しいと思うんだけれども、それでもやっぱり自分は自分なので、自分を好きになって、自分を認めて、自分を信じて、夢に向かって進んでくれたら。